学臣は長領李典とともに楽器を防衛。彼らの息の合った戦ぶりは孫吾の大軍を戦慄させた。戦前までのわだかまりはもうない。三人がいれば楽器は安泰、そう思わせる大勝利だった。楽臣は堂々と凱旋の途につく。一番槍は果たせずとも、信頼できる仲間と共に戦えた誇りを胸に。いろいろあった戦も一段落。こうして三人で馬を並べて帰れるなんてな。この戦い、私にとっても貴重な経験となった。李典殿、そして楽臣殿にも感謝せねば。そんな、恐縮です。私こそ、お二人にどんなに感謝しても足りません。顔面な考えを捨て、仲間のために尽くす。それが、勝利につながるのだと、よくわかりました。あれほどまでに、一番槍に固執していた自分が、恥ずかしい限りです。何の、私も少々、不遜が過ぎる部分があった。それ言うなら、俺も我慢が足りなかったよ。こちらこそ、不仲をまた蒸し返してしまい、恐縮です。あ、はい。あ、城が見えてきました。ここは私が先に向かい、到着を皆に知らせてきましょう。おいおい、一番槍はやめたんじゃなかったのかよ。他にも